うい、ゴミゲット。あるけど取れへんよな。あ、ナイス。ゴミを拾う高校生。10月下旬、京都府宮津市でスポゴミ甲子園京都大会が開催されました。スポゴミ甲子園とは、3人1組のチームを結成した高校生たちが決められた制限時間の中で規定エリア内のゴミを拾い、その量と質をポイントで競う競技です。結果は、栄えある優勝チームは京都海洋 F の皆さんです。21チームの中で優勝したのは海洋高校 F チームでした。東京で開催されるスポゴミ甲子園決勝大会への出場が決まりました。海洋高校でチームの中心の斉藤キーク君、中学まで東京にいた斉藤君は家族で宮津市に移住してきました。そこで偶然出会ったのがスポゴミでした。まあ、スポーツならば楽しみながら全力でやるっていうのは自分の中であるんで、まあ、体を動かしてゴミを探してっていうコンセプト通りのことをして、まあ、動いたら動いただけ疲れるんですけど、その疲れもまたゴミを拾ったっていう達成感とともに、まあ、心地がいいと思って参加できています。京都府宮津市にある京都府立海洋高等学校。斉藤くんが通う海洋高校は水族館の飼育員や養殖業者など海のスペシャリストを育成する学校です。マリンエンジニアになる、船を動かすんじゃなくて作る側の人間になってみたいと思って大学に進学して、より詳しいことをとプラスアルファで勉強したいなと思ってます。学校では岩ガキを養殖したり底引き網漁などの特別授業があります。さらに底引き網漁で取れた魚の販売も授業の一環です。海が好きで海に関わることが多いため、みんな環境問題への思いは人一倍です。大会5日前のこの日、授業終わりにチーム3人が集まり、決勝大会当日の作戦を練っていました。公園あるよ、うん、あ、公園とかもタバコとか結構集める。あ、うん、前回の学びを生かすんやったら、細い通りをあの縫うように行けたらいいなと思って。逆に大通りは通らん方がいいかもしれない。川の橋の下、その団地付近、ここを重点的に探していくっていうのが OK。 よし、 OK。 これはインプットして現地で活かせるんでしょう、うん、じゃあこれで行こう。迎えた決勝当日、続々と現れる各地の高校生たち。今年は全国40道府県のおよそ800チームが参加し、各地区の予選を勝ち抜いた高校生40チームが集まりました。うちらがナンバーワン取るぞ、おー。決勝大会の大きさに斉藤くんたちは少し緊張気味。1週間以上前から作戦は練ってきたんで、それをやっぱ計画通り実行できたらなと思います。前回みたいにそれを計画通り実行できたら優勝へと近づけるんで、しっかりチームワークを発揮していきたいと思います。いよいよ日本一をかけた戦いの火蓋が切られました。走っちゃダメだよ、走るの走るの。高校生たちが一斉に駆け出します。今回ゴミ拾いが行われるエリアは千葉大学隅田キャンパスからおよそ 1.5 キロ圏内。走ることは禁止、交通ルールを守る、私有地には入らないなど21の注意事項を守り、制限時間45分で競います。拾ったゴミのポイントは、タバコの吸い殻 100g50 ポイント、ペットボトル 100g40 ポイントなどとゴミの重量を掛け合わせて勝負が決まります。吸い殻もあった。
はい、吸い殻発見。斉藤くんらは作戦通り目指している場所にまっしぐら。この素早い動きはまさにスポーツ。役割分担があるの？あります。と日向がタイムキーパーで、自分がゴミをコレクトして、ゆうやがマップを見て目的地に向かいます。海洋高校 F チーム、息もぴったり。事前の作戦通り他のチームともすれ違いません。ライバルの通っていない道にはまだゴミが多く残っています。やっぱ戦略を練ったから人がいないですね。それは作戦通り人がいないとこって感じ？そうですね。誰よりも早くっていう、機動力でかき回すっていう作戦を練ってて。ゆうや、再度マップ確認。ずっと見てる。 OK。 今5分経過。よし、 OK。 しかし他のチームも負けてはいません。高木いる。かわいい。海洋高校 F チームは目的地の団地に到着。あ、めっちゃある。あ、やばい、勝った。これは勝った勝った。斉藤くんの予想が的中し、ゴミが集まる速度がさらに早まります。さすが。こっからちょっと広がる範囲が広いから、10メーター間隔で広がって30メーターを一気にカバーする。はい、ペットボトル、ペットボトル。この辺は斉藤くん土地感あるの？そうですね、もう昔この団地でよく遊んでて、ちょ、慣れ親しんだ団地ではあるんで、とそれを生かして。オッケーオッケー。これじゃまだ勝てへんで、北の公園目指そう。普段の自信はこれぐらいテキパキと行動すると全然作業量変わってくるんですけどね。すごい動きです。めちゃめちゃ重たいです。前の大会に気にならないです。45分の制限時間を終え、会場に戻ってくると。やってるな、結構。うわ、重たいな。マジで重たしておらん。やばい、終わったらどうしよう。海洋高校のゴミ収集量は 6.95kg。これにペットボトルやタバコの吸い殻などの各ポイントが加算されます。今回40チームが拾ったゴミの量は383キロ。これだけのゴミが半径 1.5 キロ圏内に落ちていたのです。いよいよ結果発表です。優勝は代表透明選抜バージョン 2.0 の皆さんです。おめでとうございます。目指していた優勝にはたどり着けませんでしたが、悔いなくやりきった3人。海洋高校 F チームは19位でした。スポゴミはやっぱり自分もやって分かったんですけど、めちゃくちゃ楽しい競技なんで、ゴミを拾いながらスポーツをするっていう競技精神とボランティアの融合はとても素晴らしいと思うんで、まあ、もっと多くの人が参加してほしいです。仲間と真剣にゴミを集める喜び、これぞスポーツ。斉藤くんたちの青春はこれからも続きます。